ちゃすごかった。えぐかったよね。もううち、いやー長谷さん、うわーみたいな。うまいわうまいわうまいわ、これやばい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 、これはファイナルファイナルとか、ギャー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 。現地に応援行ってたら騒がしそう。もうだから行っちゃダメ、私なんかが。私はダメ、お家でテレビでうわーって寄ってくから。もう最初から最後までずーっと見てました。ひもとけアンナが急に泣き出したりしてました。すいません、明日歌えません。こっちが枯れるわ。本当に最高だった。パパはいません。リリカ様めっちゃ声質合ってた。とっても良かった。もんじゃ食べてないよ、ずっとテレビに張り付いてた。私は今マグタク、梅水晶はテレビに張り付きながら食べました。梅水晶のね下にきゅうりを敷いたらねめっちゃ美味しかった。
本当に素敵だ。こんばんは。マグタクを食している。ちょっとでも筋っぽいな、気のせい。あ、トロタク。一緒でみんな何の曲歌うか知ってた。うん、ファイナルは知らなかった。寺田前でカニ。明日かいつか X にあげよう。はい、明日のもうやる？もう領石悲願やっちゃう？集まってる？集まってる？もうちょっと待つか。
もうちょっと待っと。ちょうど明日のポジション予想中。ああ。予想してじゃあ。予想どうぞ。こんばんは。研究生ポジ、うん、全然予想してくれない。みんながみんなに予想してって言ってんのにさ、一人しか予想してくれない。ひのちゃんポジ、予想は予想かと。もうゆうのルームまでダジャレになってる。りりかちゃんかっこよかった。めっちゃかっこよかったよ。かっこよかったよ。お腹すいた。そうだよね。私梅水晶食べながらうわやってたけど。萌えちゃんポジ、研究生ポジ、研究生ポジ、マッシーさんポジ。いろんな人がいるね。予想はもう予想。すごいね、その予想してる人たち。まあどんだけ皆さんが予想しても私はここで答えを言わないからね。
そう言わないの。言ってもいいんだけどさ、そうそう、なんかみんなが言わないでほしいみたいな言ってきて、こっちは別に言ったっていいのよ。顔で判断して、そう、こういう顔してるからどこどこポジだと思う。まず明日誰が出るの。24、うん、言って怒られないの？え、怒られないでしょ。え、怒られんの？明日どこどこポジですって言って怒られんの？聞いたことないよ、そんなの。こんばんは。ナッホーって何？ナナちゃんとサホちゃん？平日公演ね、久しぶり。平日公演得意だよ、私。あの、その1公演に全力を注げばいいっていう方が私は得意。あと、早起きが苦手だから私。平日は平日で緊張する。ほら、すぐ私を緊張しているように、緊張している風に仕立て上げようとするしないんだってば、緊張しないのなんで平日だと緊張するの こんばんは。ちょっとしなさい。
MC のあのユニット明けのこう6曲言わなきゃいけないところぐらいですよ。私はこの全てを通してちょっと緊張するの。最近 MC の仕切り多いよね。なんでなんだろう。なんでなんだろう。最初なかったんよ、研究生だから。最近はね、あるね。最初はなんか正規メンバーの公演だから研究生は MC の仕切りやってなかったんだけど、最近はね、やってるよね。どうやって決めるの？スタッフさんが割り振ってる。テーマとか話したいこととかは自分で決めます。鍵穴はね、やったことない。研究生はないかな。あくまで正規公演なのでアンダーなんですよ。だから鍵穴とかしない。で、もうそろそろ定石祈願。はい、それでは明日の公演来てくれる人、カニすごいエビ、すごいエビじゃん。カニ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 。
ビビっていかないって意味。明日来てくれる人がいい席になりますように。太陽が近づく気配、僕の腕から衣が無重が走り、初の夏バージョン。そうだよね、夏バージョン、夏バージョン楽しみにして。落選多かったんだ、28日、昼も夜もね落ちてるんだよね。夏はねシュシュ投げてるね。見てくれた、ユーハの可愛いアオリ見てくれた。よかった。全然間に合ってないやつなんて。みんなシュシュをシュシュをくれくれ言ってくる。そう、ほんとかわいい、大好き、ユーハ大好き。明日はプキシュシュの可能性あるよな。あ、ほんと？わかんない、まだ。あれね、レアなんですよ。3人シュシュを一個一個一個で投げるから、前より倍率が高いんです。もらえる確率低いよ。しかもそう、飛ばないから最善の人になっちゃうんだよね。そう、
飛ばないんだよ。だってこの間の 土曜日の公演見て2列目以降の人に渡ってた？渡ってないよね。全員1列目だったよね。シュシュ飛ばないんだよね。だからみんな最善来てよ。ユの目の前。てるてってのところ、ユの目の前来てもらわないと。2列目行ってた？あ、本当？ゆう無理な気がする。1列目な気がする。手裏剣みたいにね、こうか、こうの飛ばせばいい。いやまだ明日とのやるって決まってないんだけど、気が早いみんな。投げる練習。てててるてててるてててるてててん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 。よし、マジでやばいよね。本当にあの汗が染み込みそうで。めっちゃ飛んだよね。今5列目ぐらいまで行ったよね、多分。香水つけるね。今ね5列目ぐらいまで飛んだ。
いい匂いがするかどうかさ、その子次第やえ、どうする、何吹きかけとく、シュッ、何の匂いが一番、ファブリーズって言わない、なんでよ、せっかく香水の匂いって言ってんのに。せっかくね、今まで誰にも届いたことがない香水の匂いをやっと、誰かに渡るのに。真面目に聞いてるんだよ。誰もキャッチしなかったら、いや悲しいよ。じゃあ私が持ち帰る、そしたら。何の匂いがあるかな。良い、ツヤ、気品。ウッドセージ&シーソルト、ハニーサックル&ダバナ、チャプター65、クロエ、桃っぽい匂いもある。だから明日投げられるかわかんないんだってば、みんな気が早いってば。なんかね、シュシュって結構手首につけてたらも可愛いし、も手で持たなくていいから画期的というか、キャッチしたシュシュをここにつけてればいいのに、みんな大事そうにこうやって抱えて持って帰ってるのが可愛くてお見送りであんまり手首につけてる人いないの。もうさ、帰っていく、かわいい、
髪につけてた人はいなかった、一人もいなかったと思う。みんなが可愛いっていうね話です。いやなんかさ、KMT がキャッチしたらさ、KMT 同士でちょっと少し匂いを嗅がせていただけませんかとかで、ああこれが気品の香りなんですねとか、やりそうだ、絶対やるこれ。独り占めは良くないだって。変態じゃないんだからとか言っといてさ、自分がキャッチしたら匂い嗅ぐでしょ。ま、わかりませんけど、いいですね、なんか。なんかすごい人ごとでさ、まあいいですね、とか言ってるけどさ、私のシュシュなんよな。私が投げるシュシュの話をしているんよな。みんな明日の髪型はどうする？
そういえば。あーデコ出しね、確かにいいかもしれない。明日1公演なのでデコしようかしら。できるかな。できなかったらごめんね。その前髪の調子、ちゃんとお風呂入って前髪をしっかり癖のないようにこうやって乾かすと今度分けるのが難しかったりするんですけど、できたら前髪分けてみようかな。デコ、デコ、いろいろあるんですよ生え方。生え癖とかでその日の調子が決まるんです。私はさ韓国風美人の髪型したいんで、わかるかな、こういうやつ。こうだよ、こういう前髪、わかるかな、デコ出して。え、わかんない、ちょっと崩せるかな今日。ケープてかちゃんとスプレーしちゃった。なんて言ったら、ここがこう立ち上がってて、むずい。できない。
ケジュール、ちょっと待って、あ、そうそう、まあ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 、でもなんかぺったんぺったんじゃなくて M であってほしいんですよ。誰かやってるかな。最近パッツンも流行ってるね。最近あの宮脇さくらさんっていうか、あのルセラのさくらさんがやってるかも。こういう感じわかる？わかるか、そういう感じです。あー難しいね、デコ出しって。私はできない変じゃんだって。ちょっとなんか線とか線、こういう感じで線作ればいいのかな。線作ったらそれっぽいのかな。それっぽいちょっと大きいって違うんだよ多分。これちょっとこうオイリー感とかを出したらいいんじゃない、もしかして。こうやってこうやってにょ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 。いや私はできないんですよ、あの全部メイクさんにお願いしないと無理なんですけど。なんか流行ってんだよ、流行ってんだけどさ、ゆうあんま流行り分かんなくてさ、ほっすできないできない。いや難しいねやっぱり。あと前髪切っちゃったからさ、長かったらちょっと長かったらちょっとできたんですけど。
ぴょん。バーコードだよね。なんかほこり取りほうきみたいな。こういうのが流行ってんの？下手くそすぎない？だとしたら自分で やるの下手くそすぎないって感じですけど3本123本バーコードだよ。なんかちょっとバブル感出てる。読み取りたいじゃないんで。あ、これをさ、なんか、これさ、あのさ、ナナさんとかにしたら本当に春日さんみたいになっちゃうよ。こういう感じだね。バブリーそしたら DMM カメラにテントゥースしてねだってこれ、こっちを潰して潰して。しもしも。はい、無理でした。はい、OK。無理。まあお願いしてみるね。今日って前髪出せますかねって。前髪？おでこ？今日でこ出せますかって。第2候補決めとこうよ。無理だったらどうする。
結構やり尽くしてない髪型。いやそんなことはないよ。いやーまだ高めのツインテール。きた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 。え、そんなみんなツインテールツインテールツインテールって言ってくるの。どういうこと。もうどうかおでこ出せますようにって祈るしかないわこれは。わかりました。第2候補はツインね。わかりました。もうどうかお願いします。メイクさんお願いします。来週ショールーム番組やりますね。あ、そう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 。皆さんが頑張ってくださったたい焼きの特別番組29日月曜日にさせていただくことになりました。イエーイ。たい焼きモル塾の田辺さんにお会いできるということで、うわ嬉しい。まあね、楽しみ楽しみ。とても楽しみ。ももちゃんも、あ、そう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 。池田さん、そう、初めて、初めましてです。リーノンのお友達、リーノンって、あ、違う。イケちゃんじゃない。リーノンのお友達イケちゃんは STU なので、 STU さんなので、
ありがとうございます皆様。楽しんできます。ちょっと早いんですけど、私はもう私ちょっと終わりたいと思います。寄席期間したし、いいですね。耳だ。そうです、明日もあるんですけども、明日は結構リラックス、ゆっくり。では13位ティラミス大福さん、ありがとうございます。12位まこいもさん、ありがとうございます。11位カズさん、ありがとうございます。10位リュウくん、ありがとうございます。9位カジュポンさん、ありがとうございます。8位アベベポキさん、ありがとうございます。7位きっと萌えラインさんさん、ありがとうございます。6位ビッグさん、ありがとうございます。5位タオさん、ありがとうございます。4位ゴンちゃんさん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位リエちゃんズさん、ありがとうございます。1位タカタンさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日は3回配信しましたけど、皆様ありがとうございました。いろんな時間に。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日は公演、明日は公演、公演、公演、明日は公演。バイバイ、おやすみ、ごきげんよう。